どうも、美大生 YouTuber のマイケルです。今回はですね、以前美大生の鉛筆ケースの中身を紹介した動画があると思うんですけど、まあそこでですね、鉛筆の濃さの話なんですけど、ハイユニが 10H から 10B で、ステッドラーも 10H から 10B という話をしたんですけど、あれ間違いでした。お詫びして訂正いたします。申し訳ございません。はい、ということで今回訂正するのですが、まあ僕がね、受験生の時はですね、2019年の4月まで受験生だったんですけど、まあその時までってステッドラーの鉛筆ですね、 9B から 9H までしかなかったんですよ。でその2019年の5月に新しい鉛筆がなんと発売されていました。はい、これなんですけど、まあ見づらいですよね。ですね、こちらが 12B、 そしてこれが 11B、そして 10B、 そして 10H、 この4本がね、実は新発売されていたんですね。ではステッドラーの鉛筆がですね、これでマルスルモグラフという鉛筆がこの24コードのラインナップとなって、世界一のラインナップとなったんですね、実は。で、まあ12B という表記なんですけど、これ多分ね、世界一濃いんじゃないかなと思います。B の表記としては、体感としては僕たちね、普段から鉛筆をよく使う人たちからしたら、体感もしかしたら、ハイユニの 10B の方が濃いと感じるかもしれないんですけど、まあ、表記としては 12B、なかなか濃いですよね。おそらく世界一なんじゃないかなと思います。もしね、違うよなんて声がありましたら、コメントをお願いします。で、まあ、いろいろね、鉛筆ありますけど、先ほど言ったように、ハイユニの 10B だったり、まあ、あとマルスルモグラフのカーボン鉛筆っていうのもあるんですけど、まあ違う鉛筆よりちょっと特殊なね、濃い鉛筆みたいなのも存在するらしいんですけど、まあ普通の我々が受験生って使うものとしてはこれ濃いんじゃないかなというところで、今回はこの1本 12B の1本だけを使ってデッサンをしてみたいと思います。検証。さあ早速書いていきましょう。今回はですね、この左手ですね、左手を書いていきたいと思います。まあ、この紙のサイズですが、木炭紙台サイズというサイズですね。まあ、2B よりはちょっと小さくて、まあ、B3 よりは大きいっていう感じですね。B3 より結構大きいですけど、2B との差はちょっとね、あんまりない感じですね。はい、まあ、最初はこういうふうに線で捉えていきます。まあ、どこに関節があるかっていうのをね、意識できるといいです。まあ、今回ね、12B1 本しか使えないので、まあ線はね、結構早めに切り上げちゃいますね。結構その硬い鉛筆だともっと線吟味できるんですけど、この線は違うなとか、これはいい線だなとかっていう風に吟味ができるんですけど、 12B はね、いかんせん消しづらいし太いんですね、やっぱり線が。なのでこれ早めに線の領域はね、線の書き出しは切り上げた方がいいかなと判断して、まあ結構序盤からね、塗りを入れていく感じです。まあ基本的に毎回線を描いてから色塗りを始めるっていう感じですね。まあ簡単な作業っぽく言うと色塗りっていう感じなんですけど、まあこの色面がね、どこに属するか見分けて色を乗せていくっていう作業はね、結構しんどいというか、最初の方はね、そう簡単にできる作業ではないといった感じですね。まあいい線を捉えるっていうところから始めるとすごいいいのかなと思いますね。まあこのシワのところがね、やっぱりポイントですよね。あと親指がね、ちょっと前に出てきているポーズなので、それはちょっと表現したいところですよね。まあ、あと手描いてるんですけど、僕のね、実は身体の中で唯一誇れる部位というのがありまして、手のひらですね。マスカケ線という珍しい手相がね、実は入ってまして、僕両手マスカケなんですよね、実は。はい、まあどうでもいいですけど、プチ情報でした。はい、でまあ手を描いていきます。親指ですね、親指の爪と、あ、塗りに入りましたね、薬指かな。薬指はうっすら描いてないような感じ、合ってないような感じになってますけど、塗りを入れていきます。もうね、線の限界が来たんでしょうね。細かい作業やっぱりね、不可能って感じが、不可能までは言っちゃいけないのかもしれないですけど、この線のね、あ、線じゃないですね、芯の先端を尖らせるのがね、結構難しくてですね、もう塗っちゃった方が早いなっていう、今回色でなんか絵を作っていった方がいいなっていう判断をしました。まあ、今回その
ね、細かい書き込みっていうのができないので結構薄めで楽しんでいただければなと思います。遠目のなんというかリアリティというかね、空気感みたいなものを捉えていただければと思います。まあ、基本その序盤のね、今回1時間しか書かないんですけど、序盤のやることってやっぱり薄めでしっかり確認することだと思うので、あのデッサン信じられないかもしれないですけど、あのデッサン教室というかね、美術予備校に行ったらみんなあの目を薄めて書いてますから、序盤あの光景多分信じられないと思いますね。僕も最初信じられなくて、え、何それって思ってましたね。でなんか納得できなくて、最初薄めやんなくて全然評価上がんない時期ありましたね、最初始めたての時。でも薄めで見れるようになったらかなりね変わってきましたね、デッサンも。なんで薄めは大事ですね。薄めして見るっていう、キツネの目みたいな感じの、はい、目を細めて見るっていう感じですね。でまあ、 今の段階で色をねどんどんのせていってます。まあ、指にもね色のせるんですよね。あの全体的にどこが何色に属するかっていうのをざっくりとね、ざっくりとでいいんで決めていきたいですね。あんまりスカスカするとなんかバランス悪くて、結果なんかそのあうまくいってないなって、なんか自分でね判断しちゃって進みが悪くなるので、まあ、進みはねバランスいい方がいいです。でティッシュでこすって、まあ、あの端っこをね練りゴムでシュッと消していって、切れ味のある表現をしていきます。まあ、親指ですね、やっぱり一回全体に手を入れてこすったらまたその親指に戻ってくるという、親指がやっぱり出ているところなので加筆したいというところですね。まあ、しかしでもこのね 12B の鉛筆はやっぱり尖らせるの難しかったんで、書き込みはね今回そんなできないですね。はい、先ほども言ったようにその遠目で薄めにして楽しんでもらえればと思いますね。まあ、いい色のねバランスだけを今回は見ています。まあ、親指に濃い色乗せますよね。全体にちょっと乗ったんで、またね親指に乗せてまた1段階全体的に黒くしていくという感じですね。でまあ、あの最初ね中間色、全体的に中間色なんですけど、濃い色がどんどん濃くなっていって、光っているところがどんどん光っていってっていうのが理想だと思いますね。徐々に対比が、光の方が光っぽくなっていく、影の方が影っぽくなっていくっていう描き方が僕の中ではちょっと理想かなって思っています。まあ、ちょっとね皆さんうっすらお気づきかと思いますけど、 12B だからといってそんなにね劇的に変わることはなかったです。今回検証してみましたけど、まあ、描き手がね一緒なんでね、そんなに変わることはないなって思います。まあ、ただ一回も使ったことない鉛筆なんで、やっぱりねなんか不慣れ感はねありますね。うん、尖らせられないっていうのは結構苦しかったですね今回。まあ、それでピンポイント、ポイントとなるね関節の、関節って線で入ってくるんですけど、黒がでも点で、その線の中で点で入ってくる箇所っていうのがあって、それを見極められるといいですね。で指をどんどん描いていきます。今親指に色入れたんで、またその人差し指からどんどん中指、薬指、小指っていう風にね色を乗せていく感じです。あと 手のひらにも若干ね色を乗せていく感じになります。白すぎるとねやっぱり変な感じになるんで、手っていうモチーフ自体がその固有色をね持っているものなので、石膏像って白いから白残しといていいんですけど、まあ、あの手描くってなると全体的にあの色乗ってくるので、まあ、序盤にねバランスよく全体的にグレーになるようなバランスのいい進め方をできるといいですよね。でまあ影面設定ですね、あとは光のどっちから光が来てるんだろうっていうのをねちゃんと意識しながら描くっていう、やっぱり光を描く作業なんで、まあ、でも生物っていうかこの色あるもの、手とか石膏像って白いですけど、それ以外のものって結構固有色があるので、まあ全体的にちょっといい感じにグレー乗せて、あとは緻密に描き込んでいったら意外といけるみたいなね瞬間があるんですけど、まあ、それはまた別の機会にお話ししましょう。で、まあ、今回は親指の調整がね肝になってきますね。薬指に色乗せて、人差し指にも色乗せて、また親指にちょっと手を入れるっていうね、まあ親指が肝なんでバランスでどんどん作業をしていきます。バランスっていうのは
1個ね濃くしたら他のところもちょっと弱まってくるので、その分強めてあげるっていうところですね。手のデッサン、これサイズ的には多分あの玉火のグラフィックデザインくらいのサイズになるんですかね。あれですか、シデってもう手描かないんでしたっけ、あの武蔵野美術大学入試の。ちょっとね詳しいことは分かんないですけど、確か手も描かないんですよね。玉火のグラフィックデザインは手描きます。あと金沢とかそっち系、あの関西系の美術大学も定格とかあるんですかね、まあ、詳しくはあんま知らないですけど、あった気がしますね。まあこすったりして描いたり、今回はそうですね、描くと濃い黒が出るっていうのがミソかもしれないですね。意外とこれなんか普通のデッサンで使っても面白いのかなって思いましたね、アクセントとして。まあ、最初感情的にワシャーっと乗せちゃって最後綺麗に調整するみたいなのも面白いかなと思いました。はい、まあ、1時間なんでこのくらいでね完成ということで、まあ、デッサンの1時間目の普通って感じですね。実際あの 12B の鉛筆とかってあんまり変わらないんですけど、まあ、透明の作業ということで、ただしあの細かい作業ね、やっぱり 12B の鉛筆は苦手だったという感じですね。はい、皆様この 12B のわずかな違いに気づくことができたでしょうか。今回の動画はこちらで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイ。